えー、こんにちは。速価値区の久保でございます。もうこのね、紹介案件もかなり皆さんに浸透したんではないかなと思いますんで、まだの方は、みんなの銀行のアプリをスマホでダウンロードした後、アカウント設定をする際に、まあ免許証をね、用意していただくと一番早いと思いますけども、今ご覧いただいている紹介コードも入力してくださいね。そうすると、皆さんの口座に最初に1000円入った状態からスタートします。そうやってアカウントを作ると、 今度はね、皆さんの紹介コードが発行されますので、その紹介コードを持ってですね、またお知り合いの方とかに、みんなの銀行のアプリを、アカウント作ることをお勧めして回るといいと思います。そうするとですね、紹介した人に1000円、紹介された人に1000円という流れが始まりますので、これで最大30万円、あなたもゲットできるということになります。難しい審査はありませんし、むしろ、審査に今まで厳しくって、銀行口座解説に失敗していく 来た方にはここののみんなの銀行とという講座を作ることねすすごくおすすめです今のところ、ほとんどの方通ってますので、それこそ金融ブラックの方とかね、過去に今いろんなね、逮捕とか案件があった方も通ってますので、大抵の方大丈夫なんじゃないかなと思います。ただし、このみんなの銀行のキャンペーン、いつまで続くかわかりませんので、お早めに確保していただきたいと思います。 今すぐアカウントを作って、そこに、このね、見えている紹介コードを入れると、少なくとも1000円入ります。その後は、あの、皆さんの活動次第で、その1000円が日々入るのか、マックスの30万までいくのか、これはもう、 毎日の活動次第でございますんで、とりあえず自分のね、ご家族とかお知り合いの方からまずはあ、このみんなの銀行のアプリを作っていただいて、もしね、アプリが必要ないよと思ったら、その時またね、消せばいいじゃないですか。で、消す前にお金だけ取り出してもらうことすれば、まあ、損はないと思いますのでねえ、ぜひ進めてみていただきたいと思います。すごいお得な案件で、これね、もう出ないかもしれないですよ、こういうのは。うん、チャンスですよ。